後藤ア明は戦国時代の非全国の戦国武将。通称は矢次郎。実父は平戸松浦氏の松浦隆信。後に後藤隆明の養子となるが養父と対立し事をしを去った。性質はスコ城主平井恒春の娘。松浦隆信の次男として誕生する。永六三年武雄の領主であった後藤隆明の養子に迎えられる。 当時高明に実施がいなかったことと、高信が宗家の相上浦松浦氏と対立する中で、後藤氏の支援を求めた政略的事情が要赦になった理由であった。しかし、A65 年に養父、高明に実施、生命が誕生。翌 A66 年に相上浦松浦氏が平戸松浦氏に降参した。 このため、これキが養子になった理由は失われ、後藤や中での立場を弱くしていった。天正2年6月23日、ついにおもんみめは、養父・高明に対して反逆する。一時は養父を居城から追放するまでに至るも、高明が竜造寺高信に支援を求めたため、これキの軍は竜造寺軍に攻撃され、同年8月21日に降伏。完全に、 ご当主での居場所をなくしたこれきは、実家、平戸松浦氏を頼って落ち延び、養子縁組も解消されることとなった。実家に返されてからは被災会に陰性した。白竹神社を混流したのは、これきと社殿で伝えられる。ありがとうございます。